あっちが広い道で、まあ、あっちも歩道とかもありそうだけど、まあせっかくだし、こっち側走っていくか。人力ストリートビューですかね。ここが旧かまど郵便局前。こっちに昔は郵便局があったの。さっき曲がってくるところにありましたよね。ここですね。補助会な模様伸ばして、路肩崩壊により一部の区間通行止めのため下記のバスを実施します。なんてこった。ここから浜田郵便局前から区門回答、つまりこのどっちにしろ普通区間を抜ければ温泉あるんだ。日帰り温泉あるのかな。温泉いいな。細かくバス停が設定してあるけど、もともとのバスの本数は凄まじかったし、そもそもバス来ねえし、あでも歩いていい感じじゃないですか。不動橋、ちょっと飛んでますし、ね、いいじゃないですかね。暑いとはいえ、真夏のね、35度とか、そういうようなね、危険な暑さってわけではないですからね。ちょっとね、軽く汗をかいた温泉、いいんじゃないかな。なんかいい気がしてきたな。まあ、何せ今回のね、企画、普段やってるいろんな企画と比べるとアクセスは悪くはないですね。逃したら2時間ね、ちょっと逃す30分とかね、持たされるところはあったりしますのであれですけど、ね、普段やってるところみたいに2時間とかね、今編集してるやつなんで、くず流行なんて4時間待ちとかですもんね。って考えたらね、全然マシな方だし、これ辺は町役、いい天気だ。こういういい天気の時に布団干せてねえからやべえよ。何ヶ月布団を捨ててねえんだ。タイミングが全く合わないですからね。ここは浜戸電話交換所があるんですね。ここは何だ、何のあれなんだろう。民家っぽいな。ここで、いや、走ってますからね。よいしょ。ちょっと足が痛いな、やっぱし。これか、通行止めってなってるわ。列車が行ってる。
ああ、ここで通行止めってなってますね。歩きならなんかワンチャン行けそうな感じもしますけど。まあ、おとなしく迂回しときましょう。これだけは国道ですからね、結構バババ出ますね。輸送のところに神社あるんだ。手前は公民か、公民館かな、地域交流センターだとね。よかですね。町屋集落センター、集落センターって名前なんだ。四日市の市民センターとは違って、どっちかというと四日市でいう公民館みたいな感じみたいですけどね。いやー、緑も多い。うちのこういった散歩企画にしては結構人気も多いエリアですもんね。ああ、思った以上に疲れてるんだな。いつもは結構序盤はね、午前中ぐらいはね、ガンガン喋ってますけど、あまり喋る元気は残ってないな。さすがにその普通にね、8時起き換算からしてみたら3時起きだったんで、今5時間プラスしたら、5時間プラスしたら今11時、だから16時ぐらいのテンションですからね。もう終業間際のヘトヘトテンションですね。お、赤字上がってきた。ここは道並み族だから、懐かしい。日曜日に予備車を動かしてんだ。まあというかあれですけどね、よく言って予備車っていう概念がなかったですからね。常に全車がフル稼働でしたもんね。1台壊れると大変でしたね。こっち方面でいいのかな。そこ走ってるから、まあ、最悪駅には着くだろう。